トンネルが抜けてまたトンネルやったでな。これ違う、こんなに新しいトンネルじゃないんやって。一個目はじゃあこっち行けるぞ。行ってみる。こっち行ってみる。こっち行くよ。行くよ。だったらまず車止めてあれじゃないの。行ってみる。あ、これだ。これか。これだ。対向車来てるけど大丈夫か。嘘。ダメなの？対向車あれ。動いてない？本当やな。怖っ怖っ怖っ。信号機赤？信号機がないのぜ。対向車確認であるから。あ、そっか。カメラ回っとる。イエス。ここは何トンネルだっけかな。山中トンネル。南西に進みます。うるさい。通れる車。通れるよ。こんなでかい車通ってて。俺は行くぞ今度は。いやでもこれっぽいような。でもこんなに広くなかったんだよな。でも歩いてみたいね。うーわすげえ水。雨もったもった。あーでもこれっぽいな。これだ俺。これ多分な。あのね、でもこれ、ね、トンネル、お前これあれ電車道だろ。でね、これね、こっち行くと、うん、あ、そのまま進んでもらっていいよ、がっつりで行くとトンネル続いてるっぽいんだよ。何個か連続でっていう。あ、ほんなら分からん。その中の1個かもしれない。俺も記憶が定かじゃねえからな。でもこんなに電気はついてなかったよ。電気なかったよね。ボタボタなの。雨水。さっきのあれ歩いていけれるんかな。あれは歩いていけるんじゃないのか。ちょっと車でも行けるぞあれ。やだな。バックできんもん。あ、これっぽいな。なんかそれなり近いものを感じる。うん、感じる。ただな、お地蔵さんがないの俺の見間違いなのかな。あの目的、あの今回あこれだ。でもなと、あれがなかったんだよな、信号機が。だからあの要は あった。そう、2番目3番目のトンネルでもしかしたらあるかも。あ、これ自転車でも行けれるの。たくいなこの人。え、ここ自転車で行けれるの。すげえ、俺も行こうかな、自転車で。遠いよ自転車持ってくる。2番目のトンネル。あ、これだ、これだ。待ち時間約3分。電気あるよ。ん、これだ多分。おー、でもなんか色合いがなんか綺麗なトンネルだな。うん、綺麗になってるんだ。お地蔵さんがなくなってる。なんてこったい。有名なの。有名。これ歩けれんの。いいんじゃないの。このサイドに避けるところあるんだし。そう、歩いてみる。夜。夜今じゃないの。なんでや。ほらほら、海あるもん。やっぱそうだ、ここだ。おお、やったって見つかったぜ。ここだよ。東尋坊行く理由がなくなってしまった。東尋坊行くよ。なんか撮れんかな。なんでカメラ撮るん。この間の鹿もこんな風に撮ってたじゃない。違う、デジカメで。
まあお昼だしいいかなと思って。電気もさ、これ LED になっとるでさ、うん、これ歩こう、一歩 歩いてやってみる今、夜夜だろ、なんで今やらんの、ほら海だもん、やっぱそうだ。これをどっち側から来たの、またこっち側、こっち側、これ向こうから来たと思うんだけどな、これ、うん、多分そうだと思うんだよね、あなたの話を聞く限り。そうそう、この臭い匂い、そうそうさ、これだ。まあ俺の車がでかかったからあかんかったやな。でもな、俺が見えたお地蔵さんって何やったんやろ。撤去されちゃったか分からん。そんなことバリ続くやん、参考どころじゃねえぞ。確かに霊感がずっと強かったからなんかがおるんやけど、今もなんかがおるもん。あ、なんか感じてはいる。感じてはいる、ずっと感じてる。悪い子、悪い子、何だった決していい感じは全くしないんだよな、ここだ。デジカメある？はい、これを撮った方がいい。うん、撮ってみて。しまうな。遅かったね。これ電車やな、たぶん。お、ちょっとして降りて一回撮る。後ろ車ある？ないな。ない。パンチ打ってた。なんでこれフラッシュがつかんのかが腹が立つ。ああ、フラッシュ奥にしてる。通りで暗いと思った。わあ、寒っ。もう一回行こうかな。今度どこにあるの、トンネル。ここ、もう一回夜来よ。はーい。ここだけでもいいわ、多分。ここだけでもいいわ。ここが一番すげえ。ああ。歩いてみてえな。